え、着替えなきゃな。そうそうそう、着替えないと。よし、やばい、来るよみんな、来るよ。さてと、マスギ人間、おう。どうも皆さん、こんにちは、プリンです。ということで、今回はですね、知らない人が家にいるドッキリをバカに仕掛けたいなと思います。まあ、多分ほとんどの人が、なんだろう、知らない人が車の後部座席にいるドッキリとか、知らない人が布団の中にいるドッキリみたいなのね、多分見たことあると思うんですよ、テレビとかで。で、今回はそれをバカに実際に仕掛けたらどんな反応するのかなっていうのをね、今回見ていきたいなと思います。まあ、あいつ本当にバカなんで、なんか普段からあんまり動じないイメージがあるじゃないですか。まあ、でもさすがにこうね、で、こう自宅に、まあ、一応知らない人ではないんですけど、まあ、多分あいつ記憶消してるんで、あいつから見たら俺は知らない人になるんで、まあ、寝室にいきなりポンっていたら、さすがにびっくりするんじゃないかな、ということでね、全力でビビらせてやろうかなと思います。ということで、早速やっていきましょう。お邪魔します。すごい広い家住んでんだな。その前に隠れる場所をどうしようかな。さすがに入ってすぐとかだとバレやすいと思うから、あ、ここでいいかな。このクローゼットみたいなとこ、ここに俺がこうやって隠れてて、あいつがこう寝る前になんか服着替える時にこのドア開けたら俺がいるみたいな感じの、ちょっとカメラを設置していくんだけど、どうしよっかな。こう入ってきて、ここかな。ここにまず1個置いて、ここら辺にも適当に置いて、まあ、こんな感じですね、カメラは。まあ、こんな感じですね、カメラは。ということで、まあ、あいつもうすぐ帰ってくると思うんで、ちょっと隠れていきたいと思います、さっきの場所に。いや、緊張するな。大丈夫かな。あ、来てる来てる、多分。あ、来た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 。ただいまー。あー、やばい、来た来た。ただいまー。引っ込んだ気がするんだけど、大丈夫かな、もう。パキンって。あー、疲れたなー。何してんの、下で。下で何してんだ。冷蔵庫なくなっちゃったよ。冷蔵庫壊しちゃってる。その後でチーズ食べようと思ったのにな。あ、そうだ、ずっと乗ってる。ちょっと待ってよ、これ、ちょっとこれ。よし、ワンピースの瞬間まだ読んでなかった。怖いな、これ見えないからめっちゃ怖いな。ドッキリ仕掛ける側、仕掛ける側。あー、本棚壊しちゃった、これ。いや、壊しちゃった。やばいやばいやばい。何が起こって、どんどんなくなっていくけど大丈夫かな。ずっとスノボ乗ってんじゃない、これ多分。あー、これは降りればいい。棚が、あー、いやいや、降りればいい。どんどんなくなっていくよ。なんだよこれ。おーい、何が起きてるんだろうこれ。降りればいいのか。アップデートじゃないけど、そうだ、降りればいいんだよ。ただいまと。今1階かな、今1階なのかな。さてさて、今日は何をするつもりだったっけ。そっからまず思い出す。何をするつもりだったっけ。喋ってる、あれ、喋っ、一人で喋ってる、会話してる。釣り君、釣り君知ってるかい。やば、木に喋りかけてるよ、たぶんあいつ。ああ、なるほど。食べんないやろお前、木は。なるほどね。あ、やばい、来てる、来るか、来るか、いきなり来るか。この2階から、なんだっけ、この、いるいる、見えてる見えてる。屋根じゃないそれ、今違う。何見ようとしてるのそれ、わかんない。あれ、え、バレてる、おかしいな。あれあれ、バレてるかな。あれ、コンポタージュくん、あれ、どこにいんだよコンポタージュ、お前。コンポタージュくんがいるって聞いてきたんだけど。2階にコンポタージュがいるって聞いたの、誰に聞いたのそれ。誰が教えたのお前に。おかしい、ないない、おかしいことが起きてる。黄色だけどね俺。そこで俺のことじゃないよな。あれ、さっきまで、あれ、本棚あったの、あれ。いや、お前が壊したんだよ、お前だよそれ。まあ、いっか。いや、どんどん消えてくよ言ってたよお前。やばい、いるよ、いっか。あー、まあでもどうしよう、でもそろそろ寝ようかな。することないし、もう何も。来るか来るか、これ着替える時に多分ここ開けて、何もすることない。いやー、来るかな。あいつマジで今まで散々やられてきたからね。よし、聞かせてやろう。目覚ましを、あ、設置してる。これちょっと見えるんだ。待ってよ、どうしようかな。何時に寝ようかな。明日の予定が確か12時からだから。ああ、予定あるんだ。どうしよっかな。17時にセットしよう。12時に予定があるんだよね。間違えて、後でちょっと俺が変えといてやろう。あいつバカだから間違えてるよ。で、ここはこれ何、あ、今反対、反対側見てる。タンス見てる、タンス見てる。やばい、こっち来るかな、こっち来るかな。これなんだ、何しようとしなきゃ。あれ、いや、着替えるんだろお前。着替えに来いよ、こっちに入る。あ、これ、これこのまま、あ、あ、そう、着替えるのか。そうだそうだ。あ、来る来る来る、やばい、来る来る来る。なるほどなるほど。やばいやばい、着替えるってことは来るか。一回ちょっと、いやいや、なんで来ないの、ためるな。なかなか来ないな、あいつ。来るってなったの、今もう覚悟したのに。いや、汚い汚い、早っ。拭いたかお前今。拭いてないと思うんだけど。さてと、臭い臭い。そろそろ寝ようかな。そしたら、あ、違う違う、着替えなきゃな。そうそうそう、着替えないと。よし、やばい、来るよみんな、来るよ。さてと、やばい来る、やばい来る、やばい来る。
いやいや、なんでなんで無反応。いやいや、え見えたよね、見えたよね。透明化ポーションとか飲んでないよね。見えたよね、確実に今。目があったもんね。じゃあ、ちょっと、寝ようかな。気づいてない、気づいてないわ。あ、気づいてない感じだ。おやすみなさーい。あ、寝ちゃった。マスギ人間。はい、ということで、ちょ、今ね、あいつ、確実に目があったんですけど、前にもね、なんか、あいつにこう、尾行して、何回かこう、対面したのに、全然気づかないってことがあったんですよ、実際に。なんで、今回は、音出したらさすがに気づくんじゃないかということで、今からね、エモ音とか、ツルハシとかでちょっとずつ音を立てていって、こっちに入ってくるように、もう一回ちょっと、いろいろ仕掛けていきたいなと思います。まずちょっと、どうしようかな。ツルハシ。あ、まずちょっと静か系で、バク転で、これ、割と結構音としては立ってると思うんだけど、これ無反応ですね。全然気づいてないな、やっぱり。ちょっと一回。ん？外から聞こえた。いや、中だよ、真横だよ。てかなんでそっち行ったの。逆にあっちで物音立ったらこっち来る感じ。気のせいか。気づいてないね、まだ。そのあと2回。これはさすがに気づくやろ。これはさすがに気づく。あ、来る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 。なんでこれ閉じてんの。いや、なんで閉じてきた。え、閉じてることに疑問を持った。目が、え、今完全に聞いたことある音楽だ。いや、もう虫か。視界入った。うん、視界、あ、目が合ってる。目が合ってはない、合ってはない。視界に入ってるけど。え、いやいや、まだわかんない、これ。まだダメ。ちょ、マジ、ちょ、ま、え、ボクシングさん来てる。ボクシングさんは来てないんだけどね。このね、この妹ね、うん、あれ来てる来てる、完全に来てる。これ、いや、来てる来てる。ここにいる。来てるじゃなくている。ここに、これどこになろう。いるいる。全然気づかないじゃん。え、やば。わこんなとこに出しちゃった。ちゃんとしまわなきゃな。いや、やめろ。ハローマックで売れ残ってて、在庫の特価で2円だったあのゴミ人形。やめろ。なんで買ったんだよ。なんで出てきちゃったんだろう。何、あいつ俺そっくりのなんか人形と遊んでんの。え、どうしよう。あ、全然気づく。え、これ以上にちょっと派手なやつ。え、何かな。破壊するしかない。あいつもしかして虫いるこの家。あ、ちょっとずつ気づき出してきたかもしれない。虫コナーズちょっと出してこよう。いや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 、さすがに俺そんなんじゃあれだよ。あいつ戻ってきた時にこれベッドなかったらどうなるんだろう。ベッドちょっと破壊しよう。ベッドが、帰ってきたベッドがね、これはさすがに気づくやろ、とかムカつくやろ、さすがに。あ、目覚まし時計の時間、ちょっとしなかった。いやいや、ベッド、そう、目覚まし時計。しこなず。いや、やめろ、ちょ、やばい、それは。いやいやいや、いや、もう完全にバレてるよ、おい、お前。おい、アマルよ、お前。ちょ、ストップ。ちょ、撃たないで。撃たないで、撃たないで。俺だよ。ゴキブリじゃねえ。はい、どうしました。え、なんかおかしいなって思わなかった、今日、いろいろと。寝る前に。寝る前におかしいこと、なんかいろいろあったでしょ、おかしかったこと。え、物音とかしなかった、大丈夫。いや、しなかったですね。雪が降ってること。雪は降ってんだけど、ずっとここめっちゃ晴れてんのに。寝るときになんか、どういうことですか。物音しなかった、横で。え、しないしないです。てっ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 てみたいな音も聞こえてこなかった。あー、してないです。いや、してないんかい。なんで、あーって言ったの。記憶消しちゃってる感じ、もうそれない。しないですね。あ、じゃあこれ自分の家、これ大丈夫、これ。こんなバキバキなってるけども。自分の家。え、これお前の家だよね。あ、これ違いますよ。違うんかい。寝室の横のクローゼットかなにずっと隠れてたんだよね、はい、だから俺、絶対怖いですよ、それ。やった方がいいですよ。いやいや、だからやったんだって、今お前に。やった、それを。で、聞いてんの、感想を。気づかなかった。いやいや、き、え、やってたんですか。え、なんか虫がどうのこうのとかさ、なんかボクシングさんが来てるみたいに言ってたけど。いや、知らないです。え、気づかなかったの、全然、本当に。はい、あの、すいませんが、2回、3回ぐらい多分目があったと思うんだけど、その検証中に。合ってないですけど。まあ、こんな感じだったんだけどね。はいはいはい。こうなって、ここでお前開けて、こう、目があったんだよ、お前と。で、あ、はいはい、これやばいと思って、あ、バレたと思って、あ、ここで企画終了かと思ったら、はい、お前閉めたんだよ、これ。うん、いや、見えないです。だってここ見てくださいよ、目線。いや、そう、だからそうだよ、目合ってるじゃん、これ今。いやいや、目見えてないですって。もう真正面しか見えてないお前の視野どんだけ狭いの。何、もう本当に狭いんだね。まっすぐその直線しか見えないみたいな感じ。あ、はい、あ、こうしてた、合ってた、あれ、なんか見えてたか。 あ、見えた。はい、これは、あれ、いなくなった。ああ、見える。ああ、いなくなりました。
いや、ゲームすな。